はい、どうも皆さんこんにちは、きなです。今回はですね、レジェンズというかまあ、ドラゴンボール全体に関するね、お知らせというか最新情報があるんですけれども、そちらとね、まあレジェンズのイベントを照らし合わせながら見ていくっていうような、動画になっていくかなと思います。で、僕もね結構、情報を得てすぐの状態なんでなかなか話まとまらないかもですが、ぜひともね最後までご視聴いただけると嬉しいかなと思います。というわけで、早速見ていきましょう。はい、で、マウスの音カチカチしながらは申し訳ないんですけど、行きましょう。ドラゴンボールスーパーのね、スーパーヒーロー、まあ前から言われてきた映画の話になってくるんですけれども、ジョエビー新しいやつがね、決まったらしいです。うん、2022年今年の6月11日土曜日ということで、一応まあ休日の日にね公開っていう風になっていますね。かなりまあ飛んだ感じかな、1ヶ月半ぐらい、飛んでるかなと思いますね。うん、前のそうだよね、4月22日になんか、いろいろあって伸びたっていう感じになりまして、まあこの日に公開されるということで、なんか小説のんが6月の30日に発売とか言われてたんで、その日上映かと思っていたんですが、まあ半月ほど早いっていうような、状況になっておりますね。はい。でまあ、これが一つ、新情報として出てきたんで動画にしているんですけれども、まあ多分これから伸びるっていうことはないんですかね。うん、ただなんか、ハッキングというか、第三者の侵入みたいなのが未だに続いてるんだとしたら、まあこれから伸びる可能性もあるんで、まああれなんですけれども、とりあえず一旦は、この日で、決定しようっていう風に言われてるんで、まあこれで考えておいていいんかなと思いますね。で、4月の公開楽しみに待っていた方は心より、いやまあまあまあそういう人も多かったですけれども、うん、僕もめちゃめちゃ楽しみだったんで残念ではあったんですけども、まあ思ったよりも早い間に復旧してくれてよかったですね。来年とかにならなくてよかったです。で、新公開日にてご利用いただけるということで、前より買ってる人も大丈夫っていうことで、まあなんやかんや言って落ち着きそうな感じになっていますかね。はい、そんな感じでございますね。とりあえず、これでねドラゴンボールの上映日が一応一旦決まったというわけで、でこっからなんですけれども、あのレジェンズとのねまあ噛み合いの話になってきますよね。うん、6月の11日ってなると、あの4周年のイベントっていうのが5月のだいたいお尻の方から始まるので、まあダダかぶりということでね、うん、いつ新キャラが出てくるんかっていうところがマジでね、めちゃめちゃ気になるというかやばい、可能性が出てきたんで、ちょっとねそちらについて触れていこうかなと思います。はい、そういうわけで一旦ね、レジェンズの画面に持っていこうかなと思うんですけれども、やばいですねレジェンズがちょっとこれめちゃめちゃ忙しいことになってくるんじゃないかなって思っていまして、うん、6月11日ってマジでね、あの周年始まって2週間後ぐらいなんで、ちょうどまあ後半のキャラ出るか出てないかぐらいのところだと思うんですよね。うん、で、あの前にも一本動画上げているんですけれども、人造人間とかね、劇場版編とかいうねキャラクターが、あのまあまあ最近新しいキャラクターも人造に関しては期待されていたり、あとはパーフェクトセルの人造の、フラグメントが出てきたりっていうところで、めちゃめちゃねまあ人造強化入ってきそうだねっていうところで、まあ映画の延期があったんで、まあどうなるかなっていう話だったんですけれども、このタイミングでね、強化来るんじゃないかなっていう風な、説が一つ出てきました。えぐいですね。うん、なんで人造使いとか劇場版使いの方っていうのはめちゃめちゃね、周年のガチャと、意思の管理っていうのをちょっと気をつけた方が良さそうだと思います。うん、劇場使いとかも結構ね聞く限り多いから、うん、まあこの極ベジとかも今度16日に復刻するっていう話もありますけれども、あのガチでねどうするべきかってもう僕にもわからなくなってきたレベルなんですけれども、劇場と人造の方は主にね、気をつけた方がいいかなっていうところはあります。なんでまあ来週も、多分人造人間の LL が出てくるんじゃないかなっていう風に僕は思っているんですけれども、そこで意思使うかどうかっていうところもね性能で判断していかないといけないし、まあキャラ愛とかもそうだと思いますけれども、うん、まあとりあえず意思は、うん、今は使わない方がいいよねっていうのが最善策になってくるんじゃないかなと思うので、皆さんね、うん、そこら辺の管理はしっかりしてほしいなというところで、あとは、前にも言っているんですけれども、混血パテとか再生パテとかも使いたい方っていうのは
割と意識しといた方がいいんじゃないかなっていうところもありますね。うん。再生で言ったら、ピッコロさんがなんかね、映画のポスターのど真ん中に出てるんで、まあ再生推しとかで来るんじゃないかなっていうところでね、まあ最近再生のキャラクターっていうのは全然多分登場してないよね。だから、再生使いの期待されている方っていうのは、6月のね、まあ半ばあたりに、あの映画と同時に強化が入ってくる可能性が高いので、まあ注意していただきたいというところで、うん。マジで、注意でございます。はい、ここら辺ですかね。適当に再生のキャラクター上げておりますけれども。はい。まあ、ピッコロさん大好きとかいう方とかはマジで気をつけていただきたい。で、ソンパーティーとか、根血パーティーとか使っていきたい方も、ちょっと気をつけた方がいいですね、ガチで。うん。ご飯かな？アルティメットの状態なんかよくわからないですけれども、ご飯とか、根血のね、新キャラが結構出そうだったりするんで、うん。真面目に、ちょっとやばくなってきたね、レジェンズ。これからどういうキャラクターたちが、うん、進化していく路線なんかわからないところではございますが、はい、そういったところでね、うん、マジどうしていくんだろうね、レジェンズ。かなり気になるところですよね。周年キャラクターが環境を多分新しい環境を作っていくと思うんですけれども、そこに新しいね劇場版のキャラクターたちをどう組み込ませていくのかっていうところが非常に気になるところではございますが、うん、まあそこはもうね運営さんの力次第なんで、まあいろんなパーティーが強化されていくことをね、考えていきたいなというふうに僕は思っていますけれども、ただなんかやっぱり映画とのリンクは今回の極ベジ復刻のガチャとかでも割とね、分かってきているんで、まあやっぱり映画公開日に新キャラ出したいよねっていうふうには多分向こう側も思ってると思うんで、うん、とりあえずそこまでは、意思確保するべきなんかなっていう風に思いますんで、まあ映画のキャラクターでねどんなやつが来てほしいかとか、どんなパーティーが、見直されてほしいかっていうのもね、僕のコメント欄で教えていただけると嬉しいかなと思います。はい、いやーこれはすごいガチャラッシュになってきそうですね。今すごいガチャが冷めている状態なんで、まあ、今は引く必要ないかなって思うんですけれども、はい、こんな感じなんで、まあ来週 LL ガチャ来て、それも1ヶ月ぐらい伸びるでしょうし、あとは、多分ね、周年前っていつもスパーキングリミットブレイクのガチャが来ている気がするんで、そこでも石3000個使いたい方は結構出てくるんかなって思っていたりします。なんで、本当にね、難しくなってきますね、石の使い道。うん、LL キャラクターの、マルチ確保したいよっていう方は、まあお気に入りのキャラクターいると思うんで、僕だったら結構ホップソとか愛用してるんですけども、こういうね、LL マルチ手に入ったりするガチャがワンチャン来たりするんでね、そこでも石集めといてほしいなっていうところがあるんで、ぜひともね、よろしくお願いいたします。というかもうここまで来たらレジェンズの4周年の後半キャラクター劇場版のキャラクターになってくる説はちょっと出てきましたよね。うん、ウルトラレアリティとか、レジェンズリミテッドとかどうしてくるかはわからないですけれども、割とそういった反映の仕方をしてきそうですね。うん、まあでもそうなったら周年中にね映画の盛り上がりもレジェンズに分けてくれるっていう考えをしたら、まあ結構熱い、感じになってくるんじゃないかなとは思ってるんで、まあ僕としては嬉しいかなっていう風には考えています。はい、ちょっとね、お知らせの方を見ていこうかなって思うんですけども、まあ映画との話はちょっと離れるんですが、このトランクスのね Z パワーについてちょっと気になるところがあったんで、それ見ていこうかなって最後に思います。はい、ここのなんか Z パワーの配布される量みたいな、説明のところがあるんですけれども、これですね、Z パワーの入手先近日開催予定のイベント3000ってなってるんですけれども、これもしかして全力激闘バトルなんですかね。そうだとしたらちょっと嫌なんですけれども、うん、まあそういうわけでいろいろね、また新しい、キャラクターいっぱい揃えとかないといけないよみたいな状態になるかもしれないんで、今のうちにまあ例えばヤードラット悟空とかはゲットしていてもいいかもしれないですね。多分イベント限定みたいな枠が出てくるかなと思うんでね、うん、前回の全力激闘バトルマジでなんか確実運ゲーみたいな要素も結構あったと思うんで、まあできるだけ強いキャラクター、集めといて突しておくっていうのは一つありなんじゃないかなって思うんで、まあ、そこは意識しておいてもらえるといいんじゃないかなって思っています。はい、他はあとこれですね、銀河パトロールもしっかり毎日やるようにしてくださいっていうところで、やっぱり意思取りこぼさないようにしてほしいっていうところがあるんで、
で、共闘とかもシーズン変わってるんで、皆さんね、石、また300個ゲットできるんで、うん、最近はマルチよりなんか石の方が美味しい気がするんでね、ぜひともゲットしてみてください。そんな感じですかね。はい、そのわけで今回は、新しいね映画の公開日が決まったよっていうところと、そしてまあトランクスの、入手先ちょっと怪しいんじゃねっていうような風にの動画を上げていきました。うん、まあ周年の半ばに映画のガチャが来るかもしれないんで、ちょっとね悲しいところではありますが、皆さんの意見も聞かせてもらえると幸いです。というわけで今回の動画終わっていこうと思います。お疲れ様でした。